はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は、種に交われば赤くなるというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で最初にお知らせを一点させてください。 あと8日後の6月13日水曜日夜8時に新プロジェクトの方を発表させていただきます。メルマガ読者さん限定での発表となりますので、もし無料で案内をご希望ということであれば、ぜひこの機会にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いいたします。 そしてですね、まあ、メルマガをご登録いただいたら必ずですね、メールが届いているかどうかのご確認もお願いいたします。登録いただいてから3分以内にメルマガのご登録ありがとうございますという返信メールを送らせていただいていますので、そちらの方が迷惑フォルダーまで含めて届いているかどうかのご確認をお願いいたします。もし届いてないということであれば、 ご入力いただいたメールアドレスが間違っているか、もしくはもうこちら側ではどうしようもできない事情で届いてないということになりますので、その際はお手数ですけれども、お問い合わせフォームからご連絡ください。何らか対処させていただくことができると思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は種に交われば赤くなるというテーマなんですけれども、まあもちろんね、ご存知だと思いますが、ことわざになります。 種に交われば赤くなるということで、墨に近づけば必ず黒く。種に近づけば必ず赤くなる。人は関わる相手や環境によって良くも悪くもなるという例えですね。古事ことわざ時点より一部引用させていただきました。墨に近づけば必ず黒く。種に近づけば必ず赤くなる。人は関わる相手や環境によって良くも悪くもなるということですよね。 まあ答えですよね。まあ、人生のね。まあ、人生の答えです、はっきり言ってね。えー、もうこの通りなんですよ、えー、人生というのはね。なので、まあ、種に交われば赤くなるというのは、おそらく日本人であれば、もうほぼほぼすべての人が知っている言葉、ほぼほぼすべての人が知っている日本語だと思うんですよね。なので、 基本的にはこの答えの通り考えて人生を歩んでいけばまずその人は思う通りの人生を歩んでいくことができるんですね。にもかかわらず実際この「種に交われば赤くなる」という言葉を知りながらその言葉に反するようなことに努力する人っていうのが結構いたりするんですよね。 要するにこう隅の中にいるのに自分だけは赤くあろうとするとかねもしくは周りの人が、ねえー、黒いのにみんなを、ね、頑張って赤く変えようとかねもしくはその、ねえー、自分は今黒なんだけど赤になるために黒の環境の中で自分だけ赤くなろうとするとかね、まあ、そういう何、ね、か、ね、こう種に交われば赤くなるということわざに、ね、わざわざこうね 挑戦するような努力をしがちなんですよしかしやっぱりこれはですねもう古代中国からずっと言われていることで墨に近づけば必ず黒く朱に近づけば必ず赤くなるんです。人は関わる相手や環境によって良くも悪くもなるということですよね。だからね周囲が黒なのに自分だけが赤であり続けるなんてことはできないんですよ。 ね、もし本当に自分が赤くなりたいんだったら黒い環境の中で赤くなろうと努力するのではなくてあ周囲が赤いところに行けばいいんですよね周囲が赤いところに行けば自分も赤くなることができるわけなんですよ、ね、だから例えば不良集団の中にいながら自分だけがね真面目で居続けるなんてことはできないんですよね 不良集団の中に3日3週間3ヶ月自分が居続けて自分だけが真面目で居続けるなんてことはできないんですよ不良。不良集団の中に入れば必ず自分も不良になるんです。もし自分が暴力団の中に入れば絶対自分も暴力をする人間になるんですよ。 ねま、自分が暴力団に3日3週間 3, 3ヶ月居続けて自分だけが仇の人間で居続けるなんてことはできないんですよね。そんなことはできないんですよ。不可能なんです。必ず自分も暴力をする人間になるんです。絶対影響を受けるんですね。 例えば周囲が、ね、みんな評論家ばっかりと、ね、全然行動しませんとみんないろいろねこう評論ばっかりやってて全然行動しないそういうあの環境の中にいて自分だけがね,ね率先垂範でどん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 行動をし続けていくなんてことはできないんですよ。 もし自分の環境置かれてる環境が評論家集団の環境とか人間関係だっていうんだったらやっぱり自分も評論家になってるんです。絶対評論家になってるんですよ。ね、もういろんなことに向けてああだこうだと言っていて全然行動しないという人間にやっぱりなってしまうんですね。 もしくは、ね、周りの人がね、なんか不平不満、え愚痴泣き言ばっかり言ってるとね。ね、政治が悪いとかね、官僚が悪いとかね、マスコミが悪いとかね、会社が悪いとか、上司が悪いとかね、なんかそういうこうね、不平不満愚痴ばっかり言ってると。ね、えー、そ,そういう環境に3日3週間3ヶ月居続ければ、絶対自分も不平不満愚痴泣き言ばっかり言ってるんですよ。 必ず影響を受けるんです。環境とか人間関係の、ねえー、影響をね。だから墨に近づけば必ず黒くなる。朱に近づけば必ず赤くなる。人は関わる相手や環境によって良くも悪くもなるということですよね。だったら自分が変わる方法は一つしかないですよね。環境と人間関係を変えるしかないんですよ。 そうした時にななんかねやっぱこうね例えば自己啓発の世界とかではなんか幻想があるんですよね自己啓発の世界とかで幻想があるんですどんな幻想かっていうと人間は環境や人間関係の産物ではないと 人間は環境や人間関係の産物ではないと。外からの刺激に対して一時停止ボタンを押してそして一回自分で止めてその後の自分の適切な言葉とか行動を選ぶことができるんだと。 ね、自分の意志の力で外からの環境人間関係に関係なく刺激に対して一時停止ボタンを押してそしてその後自分で適切な言葉とか行動を選択することができるでそこに、ね、人間の自由があるんだと、ね、だから人は環境や人間関係の産物ではないんだと、まあ、そういう、ねえー、考え方があったりするんですよね でこういう考え方っていうのがなんかね、まあ、人にねこう希望を与えたり勇気を与えたりっていうねことはあったりすると思うんですけどまさに気上の空論なんですよ、ね、気上の空論です、ね、あの人はですね環境とか人間関係を変えることなく自分を変えることはできないんですね実際は、ね、だからここは論理と実際を切り分ける必要があります理屈上はなんかできそうな気がするんですよ 人間はどんな環境に置かれていてもどんな人間関係に置かれていたとしても、ね、その環境人間関係の影響ではなくて自分の自由意志によって選択によって自分の人生を作っていくことができる、ねえー、っていうのはなんか論理はね成立してるんですよで聞けば何かできそうな気がするんですよねでも実際はできないんです、ね 単発だったらできますよ。1日2日だけでいいと言うんだったらでき,るできますよ。ね、しかし人間の人生というのはあの、ね、単発じゃないんですよ。1日2日じゃないんですね。24時間365日を80年とか100年とかやっていくんですよ。でそうした時に、ね、自分が、ね、置かれている環境の、ね、ありとあらゆる刺激 ね、例えば周囲、自分が目で見ることができる環境とか、ね、目で見ることができる、ね、あの人間とか、ね話、聞くことができる話とか、とにかく目からの情報、耳からの情報のすべてを自分で観察して、その観察の結果、すべてありとあらゆる刺激に対して適切な言葉とか行動を選び続けるなんて絶対できないんですよ。不可能なんですね。できないんですよ、人間は。ね 本当に1日に1つだけとか2つだけとか、そういったことを選ぶというんだったらできますけど、基本人は生きてる時間、まあ、例えば24時間の中で、例えばね、16時間とか17時間もし起きてると。で起きてる時間ね、いろんなものが、ねえー、目,目から入ってきますよね。刺激として、ね。視覚情報として入ってきますよねで。いろんなものがね、聴覚情報として耳から入ってきますよね。 そのありとあらゆる情報に対して、これは、ね、こうした方がよくて、これはこうした方がよくて、これはこうした方がよくてなんていうのを全部ね、適切にこう、ね、あの判断するなんて絶対できないんですよ。不可能なんですね。必ず影響を受けます。ね、要するにこう自分のフィルターですよね、えー、をね、まあ、くぐり抜けるというか、ねえー、絶対にこうね、適切に処理しきらないんですね。 情報が多すぎるんですよ。外の世界から入ってくる刺激が多すぎるんです。だから自分の思考を観察するなんて言ったって限界があって、絶対人は環境とか人間関係の影響を受けるんですね。で、そっちの前提に立った方が、自分の人生っていうのを良くしていくことができます。そうね、論理が綺麗だったとしても、できないことでは意味がないんですよ。 ね、論理が綺麗だったとしても実際にできないことだったら意味がないんですねそれぐらいだったら論理は綺麗じゃなかったとしても実際にできることをやった方が人生というのは良くなっていくんです。ね 論理的には、なんかね、人間は環境の産物じゃない。人間関係の産物でもない。と自分の自由意志で自分の人生っていうのは選んでいくことができると。だから、どんな環境にいても、どんな人間関係にいても、自分次第なんだっていうのは、なんかすごくね、勇気が湧いてくるっていうか、希望のある話なんですけど、どれほど綺麗な論理だったとしても、それ実際できないんだったら意味がないんですね。そうじゃなくて、もう人間は環境の産物だと。 人間は人間関係の産物だと。そういうふうにこうね、もう認めてしまった方が人生っていうのは良くしていくことができます。ね、だったらどんな環境に自分の身を置くか。だったらどんな環境に人間か、どんな人間関係に自分の身を置くか。そのことを慎重に選べばいいわけですよね。 要するにもう人は絶対環境の影響を受けるんだと、もうそれが前提だと、人は絶対人間関係の影響を受けるんだと、それが前提だと、だったらどんな環境、どんな人間関係に身を置くかっていう、そこを慎重に選べばいいんですよ。 ね、えそしたら、ね、自分がそんなに努力しなかったとしてもはっきり言っていい環境でいい人間関係にいるならばいちいち全部ね24時間365日の自分の思考なんか観察する必要ないんですよ。ねもうすごい疲れますよね24時間365日自分の思考を観察し続けるってなったらすごい疲れちゃうわけですよ。なんでそんな疲れるようなことをしないといけないのかということですよね。 それはいろんな刺激が自分に入ってくるからですよね。いろんな刺激が自分に入ってくるから、24時間365日自分の思考を観察するとかっていうね、すごいこう大変なことをしないといけないことになるわけですよ。もし自分にいい刺激しか入ってこなかったら、 自分は常にいい刺激にしか触れてない。要するにいい環境でいい人間関係にいる。いい刺激にしか触れてなかったら、そんな自分の思考を24時間365日で観察し続けるなんてこと必要ないんですよ。だっていい刺激しか入ってこないんだから、自分はもう努力しなかったとしても適切な反応を取ることができますよね。 ね、いい刺激と悪い刺激が両方入ってくるからあこの場合はこうど,うしたどうした方がいいんだろうということで一回一回自分の思考を観察しないといけないわけでもし自分にはいい刺激しか入ってこないんだったらいちいちそんな判断する必要ないですよね。 だから基本的にはその環境とか人間関係を、ね、選べばいいんです。自分はどんな環境、どんな人間関係の中にいればいいのかと。でそしたらそんなに苦労することなく自分の適切な言葉、行動っていうのを選んでいくことができるわけですよね。その不平不満とか愚痴なきごとをたくさん聞くような環境にいながら自分だけはそれを言わないなんていうのはものすごい大変なことだしはっきり言ってできないんですよ。自、ね、自分が、ね、自分がの周りにいる人たちはみんな みんな、ね、不平不満愚痴なき言葉ばっかり言ってますみたいな、ね、そ,そういう環境に3日3週間3ヶ月自分が居続けて、ね、自分だけはね素晴らしい言葉いい言葉ばっかり言おうと言ったってそれはできないんですよ、ね、必ず自分も不平不満言ってますから絶対にでそうじゃなくてだったらその不平不満を言うような人たちの、ね、環境とか人間関係の中に自分がいなければいいんですよね そこにいなければいいわけですよ。いなければ自分は、ね、見たり聞いたりすることはないわけだから、だから自分を言わなくて済むっていう、ただそれだけということですよね。でそうした時に、もし冷静に、ね、いつもなんか冷静沈着で、ね、合理的に判断することができるような人がいるとしたら、ね、あの人はね、なんかいつも冷静沈着だと。あの人はいつも合理的に判断することができているというのであれば、それはもう簡単ですよね。ね一人でいるからですよ。 ね、一人きりでいるからなんですね、人は必ず人の影響を受けるんですよ 人は必ず人の影響を受けます。どんな人も、ね、必ず人の影響を受けるんです。ね、自分は、ね、自分で人生を選んでいるような気がするだけで、それは本当に幻想です。ね、人はなんか自分の人生を自分で選んでいるような気がするんですけど、実際は、ね、必ず他人の影響を受けた上で自分が選んでいるんです、ねね。だから自分はなんかいろんな人と接して、いろんな情報を集めて、最終的には自分が最も、ね、適切な合理的な判断をしえができると思っているから、 かもしれれないんでですけど実際それは幻想で人は必ず人の影響を受けているので、ね、悪い影響を受けながら自分は常にいい選択だけをし続けるなんてことは絶対できないんですよ。絶対できないんです。人は必ず人の影響を受けるんですね。だったら人の影響を受けたくないんだったらもうその,理あの、ね、方法は一つしかなくて、ね、誰とも会わない。一人でいるってことですよね。一人でいれば人の影響を受けないですよね。当たり前ですけど。 ね、一人でいれば人の影響は受けないですよね。だから冷静沈着でいることができるんですよ。ね、だから合理的な判断をすることができるんです。ねえー、そその周りの人たちに巻き込まれてないわけですよね。ね その人は、なんかね、冷静沈着で合理的な判断ができる人は、その人の気質として、特性として、冷静沈着でいられるわけじゃないんですよ。その人は、なんかね、その人の気質とか特性で、冷静沈着でいられるわけじゃないんです。違うんですね。一人でいるから、人の影響を受けてないんですよ。ね、みんなが熱狂してて,ても、ね、その熱狂の中にいないから、だから、その人は冷静でいられるんですよ。 もし、そのね、いつも冷静でいられる人がね、ね例えば周りの人たちが熱狂している環境の中に3日、3週間、3ヶ月居続けたら、やっぱり3ヶ月後はその人も熱狂してるんですよ、一緒にね。もし周りの人たちがみんな狂っていて、ね、狂気の中にいる。そしてね、ねその狂気の中に、いつもだったら冷静沈着な人が入ってしまう。 で3日3週間3ヶ月狂気の中に居続けたらその、ね、3ヶ月前は冷静沈着だったはずの人が、ね、やっぱりね狂気になってるんですよつまり狂ってるってことなんです、ね、だから種に交われば赤くなるっていうのはもう人生の答えですよね墨に近づけば必ず黒く種に近づけば必ず赤くなる人は関わる相手や環境によって良くも悪くもなるという、ね、もうこれ本当に答えなんですよ、ね、だからね 賢い人になりたいとね、自分はね、愚か者ではなくて、賢い人になりたいっていうんだったら、ね、こういうこね、こう古代中国から言われてるような、ね、こういった格言に沿って人生を歩んでいくっていうのがすごく大事なんですね。愚かな人はね、愚かな人は、他の人ができなかったとしても自分だったらできるって考えちゃうんですよ、ね。こういう人が一番愚かなんです。他の人はできないかもしれないけど、自分だったらできるっていうふうに考えちゃうんですよ。 ね、だから周囲は隅かもしれないけど自分だけは赤く保ち続けるとかね,ね自分は赤いところに行かなかったとしても赤くなれるとかねもうこういう考え方を取る人、ねまあ、あの人たちはみんな黒だと、ね、だから自分が赤く染めてあげようみたいなね,ね、えー、そういうことを考える人っていうのが一番愚かなんですね,ねできないことを挑戦するっていうのが一番愚かなんですよ、ね、私があの人たちを変えて差し上げましょうみたいな そういったのが一番愚かなんです。できないことに挑戦するのはね、勇者じゃなくて愚か者なんですよね。もし賢い人だって言うんだったら、賢い人は、ね、みんなができないことを自分だったらできるって考えるのではなくて、本当に賢い人だったら、誰でもできることを自分もやるんですよ、実際に。 みんんながでできるることとを自分もやろうとするんです、ね、でそれは、ね、今回の話で言うならば赤くなりたいんだったら赤い場所に行けばいいっていうただそれだけですよね。それみんなもできるから自分もできることなんですよで。そして自分もやれば実際赤くなることができるんですね。だから賢い人生を歩むということが大事ですね。他の人だったらできないかもしれないことを自分だったらできるって考えるんじゃなくて、ね、他の人でも誰でもできることを自分もやれば実際に、ね、自分が望む結果を作 自分が赤くなりたいっていうんだったら周囲が赤いところに行けばいいんですよもし人の影響を受けたくないっていうんだったら1人ででいいいればいいんですねそれは誰でもやろうと思ったらできることだからその誰でもでもきることとを実際にやればいいということなんですそうした時に教育ってね誰かを例えば教育するとか例えば親が子供に教育するとかね そういった教育って、誰かが何かを、ねえー、教えるって言ったときに、ね、相手に、ね、どういうふうにすればいいかっていうのを、ね、こう一生懸命言うことが、ね、教育じゃないんですね。ねあ例えば親が子供に、ねえー、こういった場合はこういったふうに、えー、言うのがいいんだとか、こういった場合はこういったことをするのがいいんだっていうのを一生懸命なんか、ね、こう情報を教えてあげるとか、ね、理屈を教えてあげる、えー、そういうことが論理あの、ね、教育じゃないんですよ。 ね、そうじゃないんですね。もし本当に子供のことを思うならばもし本当に子供もに、ね、幸せな人生を歩んでほしいということであれば、ね、一生懸命情報を教えてあげるとか一生懸命理屈を教えてあげるんじゃなくて環境を選んであげるんですね。 環境を選んんでであげるんですよ。どんな環境にいればこの子は幸せになれるのかどういう人間関係にいればこの子は幸せになれるのかっていう環境を選んであげるんですね人は環境次第なので人間関係次第なのでその子がいい環境いい人間関係にいるのであればたとえ親がね一生懸命いろんなね理屈を教えてあげなかったとしても勝手に子供は幸せに育っていくんですよ ね、だ,かだから考えないといけないのは親が子供に何を教えてあげるかじゃなくて子供をどういう環境に置いてあげるかっていうことを一点集中で 考えてあげればいいんですそして、ね、この子はこういう環境に、ね、いてほしい。こういう人間関係に囲まれてほしいという場所を選択して、それで、ね、その子を実際にその環境に置いてあげるんですよ。まあ、例えば幼稚園の選択とかね、小学校の選択とかね。そういったことっていうのはすごく大事なことで、その、ね、選択された環境によってその子っていうのはやっぱり、ね、変わっていくわけですよ。要するに染まっていくわけですよね。 だから、親が考えないといけないことっていうのは、ね、もしくは教育っていうことで考えないといけないのは、いかにその相手に最適な環境、最適な人間関係をね、提供してあげることができるか、その環境の整備、人間関係の選択っていうことが、いわゆる教育では全てなんです。ね。で、それさえ適切に選んであげれば、も、ま、う、あ、あとはいい環境、いい人間関係の中で、人は勝手に育っていくものなんですね。勝手に染まっていくものなんですよ。ねもし もしその子が悪い,悪い人間になったっていうんだったらそれは、ね、もう悪い環境悪い人間関係にいたというだけのことであって元からの生まれた気質のものではないということですよね。 でそうしたときに、じゃああの人はね、なんであんなことを言うんだろうとかね、あの人はなんであんなことをするんだろうと、ね、私には理解できないと、私はあんなことをしないと、な、ね、んであの人はあんなことを言うんだろうと、なんであの人はあんなことを、ね、するんだろうと、で私はそんなことを言わないし、私はそんなことをやらないと言ったときに、それはね、自分と相手が気質が違うからじゃないんですよ。 自分と相手ががねね特性が違うからでではないんです、ね、人っていうのはねはっきり言ってねみんな一緒ですから本質的にはそんな違わないですよ気質とかね特性とか才能とかね え違わないんですよで。みんな基本一緒なんです。もう本質的なものっていうのは、ね、基本一緒なんですよ。だから、ね、2000年前の、ね、哲学を、ね、学んでも、ね、勉強になるし、2000年前の、ね、心理学を学んでも勉強になるし、2000年前の宗教を学んでも勉強になるんですよ。なんで勉強になるんですかって言ったら人はみんな一緒だからですよね。本質的に同じなんですよ。だから勉強になるんです。2000年前のことだったとしてもね。 人っていうのは基本的にその国が違っても民族が違っても男女が違っても本質的には同じ部分っていうのをすごくたくさん持ってるんですね。今回の種に交われば赤くなるっていうのはこれ国とか国境とか時代とか関係ないんですよね。みんなに当てはまる原則ですよ。で、そうしたときにね、なんであの人はあんなことを言うんだろうと。 なんであの人あんなことをするんだろうと。私だったらそんなこと言わないのにと。私だったらそんなことやらないのにっていうんだったら、その理由はたった一つですよ。あの人がそんなことを言うのは、そんなことを言うような環境とか人間関係にいるからですよ。あの人がそんなことをするのは、そんなことをしてしまうような環境や人間関係にいるからですよね。 もし自分だったらそんなこと言わないっていうんだったらそれは自分はそんなことを言う必要がない環境にいるからですよもし自分だったらそんなことをやらないっていうんだったら自分はそんなことをやる必要がない人間関係の中にいるからですよたったそれだけのことなんですねだから人を理解してあげるっていうのはその人のね言葉とか行動を直接見るんじゃなくてその言葉行動が発せられたもしくはその行動が行われた背景の環境人間関係を理解してあげるってことが全てなんです なんですね。人はみんな一緒なんですよ。人はみんな一緒なんです。もし自分が相手と同じ環境で同じ人間関係だったら絶対同じことをやってますからね。 自分が相手と同じ環境で同じ人間関係の中に居続けたら絶対自分も同じことやってるんですよ、ね。もし不良グループの中にいるんだったら絶対自分も不良になってるんです。もし自分が暴力団に入ってたら絶対自分も暴力振るってるんですよ。ね、だから、ね、同じなんですね、人っていうのは基本的にはね。だから自分がそんなこと言わないっていうんだったらそれは言う必要がない環境、人間関係の中にいるからですよね。 もし自分がそんなことやらないっていうんだったら、それは自分がやる必要がない環境、人間関係の中にいるからですよ。もし自分が相手と全く同じ環境で、全く同じ人間関係にいたならば、必ず自分もそんなこと言ってるし、そんなことやってるんですね。それを理解するってことが大事です。ね、だから相手を理解したい、ね人、人間を理解したい、他人を理解したいっていうんだったら、その相手の、ね、こう表面上の言葉とか行動を、ね、考えるのではなくて、その人が置かれてる感 その人が置かれてる人間関係を、ね、考えるってことが大事なんですね人を理解してあげるっていうのはその人の背景にある環境人間関係を理解してあげるってことに尽きるんですよ。そしたら、ね、自分だったらそんなこと言わないけど相手のその環境その人間関係だったらわかると。 自分はそんな環境に、そんな人間関係にいないから、そんなこと言わないし、そんなことやらないけれども、相手は、ね、なんでそんなことを言ったのか、なんでそんなことをやったのか、それは相手のその環境、その人間関係だったからこそなんだなっていうことを理解してあげるってことが本当の意味で人を理解するってことなんですね。 なので、基本的には人は環境の産物である、人間関係の産物であるっていうふうに認めた方が、現実的には幸せに生きられます。ね、あのすごく、ね、立派なきあの、ね、理想論で生きてもね、かえって、ね、苦しくなるだけなんですよ。ね、できないこと。ね、要するにこう自分の人生というのは全部自分で、ね、選択することができると。外の環境関係ないと。外の人間関係関係ないと。外からどんな刺激があるか関係ないと。全部自分で選択する。その選択によって自分は 人生を作っていくことができるんだっていうのは論理は綺麗だしすごく立派なんですけどできないんですね不可能なんですよ、ね、どれほど立派な論理だったとしても実際にできないことをやろうとすると、ね、できないわけですから頑張っっててるののにでできないいいうのが一番苦しいですよねだったら論理は綺麗じゃなかったとしてももう、ね、諦めたと、ね、もう環境の産物なんだと。 人間関係の産物なんだと、ね。自分は環境の影響を受けるし、人間関係の影響を受けるんだということを、も、ま、う、あ、はっきり言って認めちゃうわけですよね。そしたら論理的には綺麗じゃないかもしれないけど、現実的に幸せになれるんですよで。簡単ですよね。自分が幸せに生きるなんてね。幸せに生きてる人たちの中にいればいいんですよ。ね、みんなが幸せそうに生きてる中に自分も行けばいいんですよ。 ね、もし人の影響をどうしても受けたくないっていうんだったら一人でいればいいんですよ。ね、なんか人の狂気とかね、熱狂とかに巻き込まれたくないっていうんだったら一人でいればいいですよね。そしたら絶対影響を受けないわけですよ。冷静沈着でいることができますよね。合理的に判断することできるわけですよ。 もし自分が幸せに生きたいっていうんだったら簡単なんです。ね、幸せに生きている人たちの中に行けばいいんですよ。ね、ここに行ったら、ね、なんか幸せそうだなと、みんな幸せそうに生きているなというところに、ね、自分も行けばいいんですよ。そしたら、ね、自分も、ね、幸せに生きることができるんです。もし理想的な人生を歩みたいと、自分,の理想自分は理想的な人生を、ね、過ごしていきたい、送っていきたいっていうんだったら簡単ですよね。自分が理想だと思うような、ね、人生を実現している人たちのところに行けばいいんですよ。 そしたら自分も同じように理想的な人生を歩んでいくことができるというお話です。はい。今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドとボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 そして最初にお知らせをさせていただきましたけれども、あと8日後の6月13日水曜日夜8時に新プロジェクトの方を発表させていただきます。メルマガ読者さん限定での発表となりますので、もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひこの機会にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。